ねえ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 、歌ってよ、歌ってよ、歌ってよって。やだ、パフュームのさ、チョコレートディスコ歌ってよ。おかしいだろ、俺がチョコレートディスコ歌ったら。見たいの、見たい、歌って。いやだ。すいませんね、熱い中で申し訳ないです。あともう少しですからね、お付き合いください、本当にね。罰ゲームですよ、もう。いや、本当、本当申し訳ないです、本当に。こんな会話ですか。やっぱりね、せっかく来ていただいたのに、こんな暑さも申し訳ないからさ、頑張りましょう。いやいや、でもこうやってもうどん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 暑くなっていくじゃない、うん、まあ、梅雨時期を上げればこうカラッとした暑さになってきますけども、うん、やっぱこの夏といえば、夏祭りでしょ。夏祭りね、うん、ホワイトベリーの。いやいや、違う、歌の方じゃなくてさ、歌の方じゃないの、歌の方、まあ歌は歌でいいんだけどさ、本当の祭りの方、本当の祭りの方、うちはこうバンバンやっちゃうやつ、バンバンやっちゃうやつだよ、バンバンやっちゃうやつの方。何なんだお前その適当な会話よ。あ、そうね、いやだからその祭りでね、うん、やっぱ何かこうカップルで祭り行きたいなと。カップルで夏祭り ね、 とかね、いいね、うん、確かにこう行ってさ、こう、うん、あれ、伊藤さん彼女いました、余計なお世話いないからいいなっつってんだろう。ですよね、ブレンダーさん、もう5年くらいいないですよね。いや、年数とかいいんだよ。5年くらいいないですよ。年数言われたっていいだろ、別に関係ねえだろ、お客さんこの口で言ってんのかな、この口や、悪いだろ。本当ですか、うん、いやだからね、気分だけでも味わいたいなと。味わいたいと、うん、あ、じゃあ分かりました、じゃあその気に今日させますよ、そしたら。あ、本当ですか、うん、じゃあ分かりました、じゃあ彼氏役やってください。あ、ありがとうございます。じゃあ僕はあのテンション上がるとタコになってしまう女の子がいますか。ちょ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 、あの別におじぎが気に入らなかったわけじゃない。違う違う、あの内容、あの何て言ったお前。だからテンションが上がるとタコになってしまう女の子。何その女の子、テンション上がるとタコになる。うん、いや普通の可愛い女の子やってくれる。あ、可愛い女の子ね、可愛い女の子、当たり前ね。と、いや今日は楽しみにしてた、タカ子との夏祭りだな。タカ子遅いな。ちょいやさ、デルテー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 、よいさ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 、よいさよいさよいさ、あ、キヨちゃん、お前だったの、タカ子だったんだ。そう、タカ子よ。びっくりした、ちょいやすさって、しかも平成たるキヤスってどこだよ。何で抜けの顔しなかったわ、この野郎。テンション上がりすぎちゃって、みこし担いじゃったの。もうみこし担いじゃったのじゃねえよ、一人でこれ500キロも走んだよ。500キロってお前5人分だぞ。そんなこと言わないで、何言ってんの。いや、なんだよお前。あ、いや、担がねえよ。担がない、担げるわけねえだろ、肩やっちゃうよ、もうそんなこと。あ、でも今日キヨちゃんが誘ってくれたから、うん、嬉しくって着てきちゃったんだ。あー、ゆたか、ゆかさない。ゆたか、違う違う、人みてえな、人が人着てるみたいになんだろう。違う違う、尾崎ゆたかの浴衣。何それ。尾崎ゆたかモデルの浴衣。そんなモデルの浴衣あるんだよ。なんかのジーパンみたいにボロッボロになってみそもらしいじゃん。ボロッボロなの、もうみそもらしいよ、それ。大丈夫なの、なんで恥ずかしがってんの。お前が選んできたんだろうが。なあ、はぁ、あ、じゃねえよ。じゃあ行きましょうって、うん、祭りの方に、うん、祭りの方は行こう。いやでも今日は本当にこうやって俺の誘い受けてくれてありがとう。いや全然、私の方こそありがとうね。いやいやいや、でもキヨちゃんさ、うん、よくあの外出許可出たね。え、外出許可よく出たね。外出許可よく出たね。何、もう一回。外出許可よく出たね。外出許可、外出許可、外出許可って。いや別に俺外出する許可なんかいらないよ、もう俺26だしも。え、刑務所の人は何で誰が受刑者だろ、これ。え、誰が受刑者だろ、これ。いや、アバシリから来たんだ。アバシリだよ。マイスイートホーム、高橋を知ってたら来たけど。あ、ほんとだ、ケニセの敵屋の人だ。敵屋じゃねえよ。いるけど、確かにこういうの焼きそば焼いてってるから。誰がヤクザの下っ端だもんね。違う、言ってねえよ。なんだ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 じゃねえよ。まあまあ、とりあえず祭り楽しもうよ。行きましょう。うん、うわ、出店いっぱいあるね。出店いっぱいあるね。やっぱこういうの見るとね、やっぱ祭りって感じするよね。タカコクイズ。どうしたの、病気だな。私が今からもう出店とかで何をしたいかジェスチャーでクイズを出すから、ひよちゃん当てて。ジェスチャークイズ、ジェスチャークイズ。いやもう当ててって、なんで急にここにクイズやるのか分かんないけど。いや、キヨちゃんは私のこと全部分かるから、分かるでしょ。まあまあまあ、じゃあ挑戦してみようか。絶対当ててよ、うん、いくよ、うん、
わかった？違う。あのさ、前半のジェスチャーと後半のジェスチャー変わってない。そんなことないよ。全然大ヒントよ。これ大ヒント。大ヒント。大ヒント。多分だけど、多分ね。じゃあかき氷屋さん。全然違う。なんでよ。だってなんか食べた後頭痛いみたいなジェスチャーやってたじゃん。違う。今のかき氷のシロップだけを食べるタカコでしょ。わかりづれえわ。かき氷当たってんじゃねえかよお前。ブルーハワイでしょ今の。今のジェスチャーでブルーハワイだって気づくんだよ。なんで分かってくれないのよ。分かるわけねえだろそんなの。じゃあまあいいや、とりあえずかき氷屋さん行こう。行かない行かない何なのこのわがままっぷり。キヨちゃんが当ててくれないから行かない。もうなんで行かない。かき氷もういらない。もうなんでだよもう。でもまだやりたいことあるから次は当てて絶対。分かってる。じゃあ次はちゃんと当てるじゃん。絶対当ててよ。絶対当てて。さっきも当たってたのよ。行くよ。うん。あのもういいよ。お前お客さんから分かんないって声聞こえたぞ。今分かるでしょ今の。お前バカだよ。分かるわよ。分かった。俺は分かった。分かった？うん。あ、金魚すくいをやりたいんだ。違う全然。なんでよ、すくってなんか取ったみたいなやってたじゃん。違うわよ。今のデメキンだけを取ったことでしょ。デメキンだけなんだ。なんでそんなにデメキン大好きなんだよ。デメキンだけをこうパンパンパンってやってんのよ。分かんねえわ。デメキン、デメキンだろうが普通の金魚だろうが感覚は変わんないでしょ。なんで分かってくれないの。もういいよ、とりあえず金魚すくい行かない。もういい。なんでだろう。金魚もういらない。もうもうどうすりゃいいんだよ。じゃあ、あ、でもまだやりたいことある。何。次は絶対当てたよ。分かったよ。もう次って全部当ててんだけど。ああこれは分かりやすい。分かった分かった分かった。うん、射的屋さん。全然違う。ファッキュー。あ、そこまで言うの。全然違う。何、俺このクイズ負けた時に俺殺されんの。俺今のは記者を見送る液晶さんだよ。分かりづらい。お祭り関係ねえじゃねえかお前。 JR に就職したいの。知らねえよ。なんでそんなこと俺言われたって。 JR の人にどうやって説明すりゃいいの。毎日毎日ここで記者を見送りたいの。こうやって勝手に毎日戦績制のホームでやってたらいいだろお前。なんで分かってくれないの。全然分かるかよそんなの。もうじゃあもうそんなこと言うのでもういい。楽しくねえから帰ろうぜ。なんでなんでお祭りに帰って帰るとか言うの。なんでせっかくの夏せっかくの夏だ帰る。ピッピエーピヨエーそんな泣き方あんのか。ピエーバイオエーぷよぷよだろ。ぷよぷよだろ。2連鎖した時に出るやつ。あいつの人は3連鎖。3連鎖しなくていいんだよ。スペインダムド。スペインダムドじゃねえよお前。もういい加減にしてくんねえかな。もう分かった分かった。もう周りの目からもう泣きやめ。周りの目もあるからさ。俺が悪かった。あ、ごめん。機嫌直してキヨちゃん、うん、私もなんかわがままばっかり言って、うん、本当に、うん、え、何今他の浴衣の女の人見てたでしょ。でねえよ今。絶対見てた今。見てねって。見てた。見てません。見てた。俺はお前を見てました。じゃあキスしてよ。なんでじゃあキスしてよ。なんでキスしてよ。私だけ見てるんだったらキスできるでしょ。なんだよこんな人前でキスなんかできるかよお前。なんでキスしてくれないのよ。まだできません。キスしてよ。まだ夏祭りなのにキスもしてくれない。あキスしてよ。おかしいよお前。なんだこんなフェイントあるかお前。キスのフェイントなんて初めて見たぞお前。やめお前。何どうしたの急にお前。何やってんの。テンションが上がりすぎてタコになったんじゃないの。タコ。いやもうお前いいやもう。おいお前、いないしろよ、さっきから。お前、いつまでやってんだ、こら。おい、この口の多いのしろ。なあ。お前、普段そんな口じゃねえだろ。もっと普通だろ、普段この野郎や。やめろ、いい加減。なあ、だからやるんだよ、俺さ。だからやだっつってんだよ、俺はさ。バカにしてんだか、お前。なあ、
だからやらんだ、お前人前でこういう話するとさ。いや俺手助けしたんでしょうが。手助けになってるんだよ。だからな、俺5年も来てる、お前のせいだからな。いや分かった、俺だって一つ言わせてもらうよ。なんだよ。いい加減彼女作れよ。いや作りたいわ。いい加減にしろ。どうもなし